川端です。よろしくお願いします。今回はですね、大阪桐蔭高校の問題です。1から50のすべての整数をかけた数は、5で何回まで割り切ることができますかという問題です。整数問題ですね。これはね、はっきり言ってちょっと解き方を知ってるかどうかっていうことにつきますのでね、初めて見る方はですね、ぜひ聞いてください。まずね、1から50ってことなんですけども、例えば 1×2×3×4、ここまでの数を、5でね、何回割れるかって言ったらまだ割れませんよね。で、5が初めて出てきて5で1回割れるってことになりますね。で、また、6、7、8ってかけてっても、これは、もう、まだ5で割れませんよね。で、10は、これ、5で割れますよね。10っていうのは 5×2 なので、結局、5で割れると。だから、例えば1から10までだったら5で、何回割れるかって言ったら5と5で2回割れるわけですね。つまりですね、この問題はですね、5の倍数に注目すればいいんですよ。他のね、1,2,3,4,6,7,8,9 とかね、これはどうだっていいです。どうだっていいです。5が何個あるか、5の倍数に注目すればいいです。したがって、5の倍数はね、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50ということで、ね。これね、5の倍数ってことで、5の倍数はね、結局10個ありますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9、10個ありますが、まあ、この10個っていうのはちなみに50割る5で10個って出るわけですけども、だからといって答え10にはなりません。これよくある間違いなんですけども、これ気をつけてください。なぜね、10にならないのかと言われたらですね、この25っていう数ですね。この25っていう数。これはですね、5を2回かけてるんですね。なので25を1回かけるだけで、5を、もしこの25を割りたかったら5を2回割んなきゃいけないわけですよ。また、50もそうですよね。50って5×5×2 なので、やはり5を2つ分あるんですね。したがって、さらにこれそれぞれ1個1個追加した、2個追加したので、追加するので、10たす2で12個と。というのが答えになります。これはもうちょっと機械的に計算したかったらどうやってやるかって言ったら、50割る5で10個。つまり5の倍数が10個あると。で、続いて25の倍数調べるんですね。5×5 の25。50割る25。25の倍数は、25とか50とかですね。これ1つかけるだけで5を2個分かけてるわけだから。で、これが2個あるんですね。で、この10と2を足して12回ということになるということなんですね。ということで、この整数問題ですね。高校入試ではですね、そんなにたくさん出るわけじゃないですけどね。逆に中学入試とか、あとは大学入試とかでよく出る問題なので、結構有名な問題ですので、ぜひ覚えておいてください。わかったかな？今年の大阪桐蔭は強いのかな？以上で解説終わります。では！